秋月型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の環球。汎用護衛艦の第2世代の発展型として、17、中規模に基づき、平成19年度から平成21年度にかけて4隻が建造された。ネームシップの建造単価は750億円であった。原型にあたる村サメ型及び高波型、本型の紹介生型である、朝日型とともに、 護衛隊軍の基準構成艦となっている。海上自衛隊では、零三中規模より、第二世代の汎用護衛艦の整備に着手した。まず平成3年度から平成9年度にかけて4,400トン型旧石を建造した後、平成10年度からは、戦隊戦図と機関構成は同一のままに装備を強化した4,600トン型に移行した。一方、 10DD の建造に着手した当時、技術研究本部では、護衛艦向けの各種新装備の開発が最終段階を迎えており、同時多目標処理可能な射撃式装置である FCS-3 は平成12年度頃、また大出力、低周波のソナーである OXXX は平成15から16年度頃の正式化が見込まれていた。したがって、 これらの新装備が高波型の5番艦以降の建造時期と重なることが予想されたことから、これらをどうやって DD に盛り込むかが問題になった。当初は同型を11隻建造して、村雨型と合わせて20隻とすることで八艦発揮体制の4個、護衛隊群の所要を充足した後に、これらの艦で搭載できなかった新装備を搭載した第3世代 DD を、 改めて建造することも検討された。しかし最終的には、高波型の建造は、平成13年度までの5隻で打ち切られ、DDHDDG の更新を挟んだ後、同型をもとに、これらの新装備を盛り込んだ5000トン型に移行することになった。これによって建造されたのが本型である。なお当初は、5000トン型は、平成18年度より建造に入る予定であったが、 年度ごとの要求額の平準化などを考慮して平成19年度に先送りされた。蒸気の経緯より本型の構造は主要な配置を含めて 0310DD の改良型となっている。計画番号は解130。線形は第1世代 DD 以来の2層の全通看板を有する還元の高い車両線形が踏襲された。一方で本型では ステルス対策が大きく進歩した。主戦隊及び上部構造物の傾斜は紫型の7度から10度に増している。FCS-3 アンペア搭載によって対空レーダーをマスト状に装備する必要がなくなったこともあり、0310DD でレーダー反射断面積の増大につながるとして批判されていたラティスマストは廃止され、あたご型と 同構造の小型のステルスマストが採用された。また、やはりイージス護衛艦のように、上部構造物を原則まで拡大し、その上、艦艦レベル両限に、艦守備方向に全通した通路を設けた。ここに扉を設けて、限定や単魚雷発射艦、自走式魚雷デコイ発射機を収容した。計画段階では、防衛省の平成20年度予算案の概要に、 掲載されていた外観図に見られるように、関西艇や対艦誘導弾の発射塔などを覆うスクリーンや、甲板上の偽装物を隠すブルワークの設置も検討されていたが、重量やコストの面から断念されたとみられている。FCS-3A は、環境構造物と、後部構造物の上部壁面に前後分散して、配置されており、 アンテナを装備した機器室は04甲板レベルに設けられている。これにより、r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦のような、コーブレーダー社会の大幅な制限を受けずに済み、配置面の自由度が高まっている。なお、ダメージコントロール作業時に使用する酸素呼吸器に変えて、空気タンクを用いる自給式呼吸器が採用された。搭載艇としては、 7.9メートル内家庭2隻搭載を廃止し、11メートル作業艇1隻を第一、煙突原側に、7.5メートル複合型作業艇1隻を第二煙突左原側に搭載した。従来の第二世代 DD では、一貫して、巡航機は、ロールスロイススペイ SM1C、川崎重工業ライセンス生産、加速機は、 ゼネラルエレクトリック LM2500 としたコガーグ構成が採用されてきた。しかし本型の計画段階であった2007年11月、本型の機関選定をめぐり当時の森谷武正、防衛事務次官が山田博之に便宜供与を図るため、SM1C の対抗機種である GE アビエーション社の LM2500 に有利な取り計らいを行った疑いがあると一部マスコミが報じた。 このために、同構成の採用継続は断念され、ちょうど SM1C の出力向上型が実用化されたこともあり、同期4期によるコガーグ構成が採用されることとなった。これにより、艦内では指揮官が統一された一方、艦体内での指揮官方式の統一は断念され、携帯管理上は問題を抱えることとなった。主発電機は 10DD と同様。 混合型以来の3機構成が踏襲されたが、1機あたりの容量は、10DD の1 5 0 0ットから2 4 0 0ットへと大幅に増強されている。その原動機としては、従来用いられてきた m 1ア,ンペア型の最新型に、当たる川崎重工業 M1A-35 が搭載された。なお低白発電機は廃止されているが、これは、 陸上給電設備の充実に伴うものとみられている。機関配置は高波型のものを概ね踏襲しており、被弾時の生産性を高めるため、左舷軸用と右舷軸用の指揮官を前後に間隔を置いて配置するシフト配置が採用されている。全部の第一機械室が左舷軸、後部の第二機械室が右舷軸を駆動しており、その間には補機室が設置されている。 それぞれの機械室には2機のがスタービン式と減速機が一組として収容されている。なお、蒸気の通り停泊発電機が廃止されており、これに伴い1 0 d d と比して補機室の長さは1メートル短縮されている。なお、所要馬力低減のため、開示幹線として初めて完備にスターンフラップが採用された。本型は新開発の1区 -11。 戦術情報処理装置を中核としたシステム艦として構築されている。本型の新戦闘式システムの中核となる1区 -11 は、ヒューガ型の1区 -10 を汎用護衛艦向けにカスタマイズしたものと言える。現代海軍 C4i システムの標準に合わせて、商用、オフザシェルフ化された、案。 マイナス70ワークステーションによる分散コンピューティング方式を採用しており、Q-70 と兵器、センサーをローカルエリアネットワークによって連接することで各武器、センサーサブシステムが構成され、これらのサブシステムはの、NO、1-1B 統合ネットワークによって連接されている。アテックスは1-11サブシステム、FCS-3A サブシステム、 電子線サブシステム、対戦線サブシステムにより構成されている。通信手段としては、通常の短波、超短波、極超短波の無線機のほか、統合データネットワークや、海軍戦術情報システムに参加できるように、リンク11及びリンク16に対応している。また衛星通信としては、X バンドのノラマイナス -1C、空バンドのノークマイナス -1、 民間のインマルサット衛星通信用の NORC-4B 及びアメリカ軍の u h f サトコムに接続するためのアン、u s c 4 2衛星通信機が搭載されている。環境上の FCS-3A のアンテナマーク 41MOD29VLS 蒸気の経緯より本型は FCS-3 射撃式システムを中核とする。 全く新しい防空システムを搭載している。当初構造では99式空対空誘導弾と共通の技術を用いたアクティブレーダーホーミング誘導方式の艦隊空ミサイルである a イ i m と FCS-3 を組み合わせることでごく限定的な艦隊防空能力である両艦防空能力を実現することとされていた。 しかし13中規模において予算などの制約によって RIM の開発が見送られることとなり FCS-3 計画の取り扱いについても議論が生じた。結局13中規模の最終年度で建造されたヒューガ型では FCS-3 に所定の改修を施した上でアメリカ製の SM と組み合わせて搭載された。当時、カイジ DDG には イージス BMD が導入されつつあったが、特に当時配備されていたイージス BMD3.6 においては、対空戦機能とミサイル防衛機能の両立が難しく、大気圏外にある弾道ミサイルに対処している間は、低空域での探知追尾能力が低下する恐れが指摘されていた。このことから、イージス DDG と艦隊行動をする汎用護衛艦に、 低空防御を委託することが構想されるようになり、その対象として選ばれたのが本型であった。このことから、海上爆料幹部では、多機能レーダーは FC、FCS-3 の代わりにアン、スパイ -1 回、艦対空ミサイルは SM の代わりに SM、SM-2 に変更することも検討されるようになった。しかしこの構成では、ミニイージスとなり、イージス艦は、 艦隊防空、本型は、量艦防空という防衛力整備コンセプトから逸脱すること、また特に、アン、スパイ -1F を FCS-3 と比べると、能力的に高いわけではない上に、技術的に一世代古く将来発展性に欠けることが指摘された。これらの検討を経て、最終的には FCS-3 をもとに、下記のような性能強化策を講じた。 FCS-3A が SM と組み合わされて搭載されることになった。なお、f c s 3 i m の当初構想と比べて、FCS-3ASM の現行システムの方が性能的に優れていることから、現在では、両艦防空に対応する英語としては、リミテッドを外して、ローカルエリアディフェンスと称されている。また SM の搭載数については、標準的には、 マーク 41VLS の8セル分32発を搭載していると言われている。近接防空火器としては高性能 20mm 機関砲2機が搭載される。本型では当初、除機関から再利用された従来型のブロック 1A が搭載されたが、収益後にブロック1バイトベースライン 2A の回収が行われている。 二機という搭載数は従来の DD と同じだが、格納庫上の CIWS は装備位置を中心線上に改めている。当社型静止式、ジャマージ装式デコイボン型では、対戦線システムも刷新された。従来の第二世代 DD では、ソナーとしては、監首装備式の OX-5 と栄光式の多くは -2 を搭載し、1区 -103 対戦情報処理装置を、 中核としたシステム構築を行っていた。これに対して本型では 16DDH を踏襲した統合システム化が行われている。システム名称はオークック -22 とされている。監視ドームのシリンドリカルアレイは 16DDH のオークック -21 と同等であるが、官邸装備の長大なフランクアレイ部分は省かれており、その一方で、 多くはマイナス3栄光ソナーが追加された。また魚雷防御システムとも連接されている。信号処理などに用いる標準計算基盤としては、アンクマイナス70が採用されている。また、潜水艦の静粛化や対戦線の旋回域化に対応した新戦術である場合マルチスタティック戦術への対応も想定されているが、 本格的な実装は将来装備を待つ必要がある。収益後、平成26年と27年度予算で、秋月型護衛艦等の対戦能力向上の名目で、マルチスタティック能力付与のための2隻分の部品調達予算と2隻分の改修工事予算が計上された。対戦兵器としては、ネームシップでは従来艦と同様、 垂直発射式アスロック対戦ミサイルを全部上艦板の VLS 内に324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦を両限各一機装備した。ただし単魚雷発射艦は新型の97式魚雷や12式魚雷に対応した水上発射艦ホスマイナス303に更新されており、また2番艦以降は対戦ミサイルも新型の07式。 垂直発射魚雷投射ロケットに更新された。これに伴う対戦線システム強化により、2番艦以降は基準排水量にして50トン増加となっている。このほか魚雷防御システムとしては、10DD で採用された、A ー具4型に加え、投射型静止式、ジャマー、自走式デコイを各1機搭載している。これらの装備は、 ソナーとともに、大魚来防魚式管制装置で一元的に、完成される。OPS-20C と、オーク -1C-2、追水上操作レーダーとしては、ヒューガ型と同様に OPS-20C を搭載する。これは、従来公開レーダーとして用いられていたものを強化したもので、マスト中段フラットのメインアンテナ、その左下のサブアンテナの2つの空中線により、 構成されている。また本型では、艦砲として62口径5インチ単装砲が採用された。これは、海上自衛隊では 14DDG で装備化された、もので、10DD で搭載されていた54七ミ1 2 7ト、mm、ル単装速射砲と比べると発射速度は低く、対空射撃には不向きだが、より長い射程を備えており、対地、対水上射撃には、 優れた効果を発揮する。FCS-3A による射撃式を受けるが、レーダー照準射撃だけでなく、電子光学照準機による光学照準射撃も可能である。艦体艦ミサイルとしては、第2世代 DD の標準であった90式艦、対艦誘導弾が踏襲されており、4連装発射等2機に収容されて搭載される。発射完成用の艦上装置として、 艦隊艦ミサイル艦上装置2型が搭載されている。ノルック 3D 電子戦装置としては、第2世代 DD で標準装備となっているノルックマイナス3電波、探知妨害装置シリーズの最新バージョンであるノルック 3D が搭載される。これはデジタル化など最新の信号処理技術を適用し、特に受信系については、従来のチャネルライズド受信機をデジタル化することで、 感度向上を図るとともに、探知距離の延伸を実現している。また方向探知の方式は、従来の深幅比較方式に対して、位相差方式に変更し、精度向上を図っている。なお、デコイ発射器としては、従来通りのマーク1376連装発射器4機を用いたマーク36モッド6が搭載されている。 格納庫とヘリ甲板紹介ヘリコプターは常用1機だが、ハンガーは高波型より拡大されており、紹介ヘリコプターであれば2機、MCH-101 損壊、輸送ヘリコプターであれば1機に対応可能とされている。SH-60K と母艦との間のデータ通信は多く -1C-2 ヘリコプターデータリンクにより行われる。また、 着艦高速装置は高波型の E ロストからこれを発展させたロストマーク6の2機二乗装備方式とされ手動機体移動を必要としない2機運用が可能となったロストマーク6は従来のベアトラップやロストと同様の着艦機高速機能に加えて RSD 自体にヘリコプターのセンタリングストレートニング機能を備えていることから複雑な操作が不要で 高速から移送までの操作を一人で実施できるのが特徴である。なお、SH-60K には着艦誘導支援装置が装備されており、本来は本型がスラズ対応護衛艦の1号艦として予定されていたが予算上の制約のため、結局スラズの艦載部分は搭載されていない。ただし、後日装備に備えて機器用のフラットなどは用意されている。 本型は、ミサイル防衛対応を重視したミサイル防衛艦を、中心とする隊に一隻ずつ編入し運用する。これは、BMD を行う混合型 DDG を、両艦防空することを主ュとする本艦型の配置で、あり、BMD を実施する際には混合型 DDG1 艦につきあき付き型 DD1 艦が防空する。なお、近年の部隊改編に伴い、第3、 7護衛隊のみは、編成艦がマイズルと大港に分散されたままで、あったが、2016年に再度改編が行われ、現在の、第3護衛隊はすべてマイズル所属艦、第7護衛隊は同じく、大港所属艦で構成される。そのため、第3護衛隊には DDG が2隻と DDH、秋月型 DD、第7護衛隊には、従来型 DD のみ4隻と、 変速的な配置となっている。故に、第3、7護衛隊は正確には、多隊のような DDG グループと DDH グループに分かれていない。これは、所在基地の便宜を図った措置であり、実際の任務行動においては、隊の枠を超えて艦隊が編成されるものと思われる。ありがとうございます。